はい、クジラ先生をリモートデスゲームに参加させてあげたからです。うん、違う、あなたが宿題を99日連続で忘れたから。そうだったんですね、宿題忘れて申し訳ありませんでした。うん、だけどもうそのことはどうでもいいの。じゃあ帰っていいんですか。帰っていいわけない。あなたが私をリモートデスゲームに参加させてあげたから。そうだったんですね。なんであんたはクジラ先生をデスゲームに参加させてあげたがる。僕はクジラ先生をデスゲームに参加させてあげたいんです。だからなんであんたはクジラ先生にデスしてほしい。デスゲームに参加させてあげるってことはデスしてほしい。デスしてほしくないです。してほしいだろ。前も別のデスゲームに参加させたじゃないか。これで2回目だぞ。で、ノーインストラクターノープロテクタースカイダイビングもやらせたよな。デスしてほしいか。いえ、クジラ先生には死と隣り合わせになってほしいんです。なんで。今回のデスゲームで死と隣り合わせになりましたか。なってない。変なデスゲームだったから。負けたけどデスすることはなく在宅でボランティア活動をしました。よくわかんないけど死と隣り合わせになってないのか。だからなんでクジラ先生を死と隣り合わせにしたがる。走馬灯を見てほしいからです。なんで、なんで走馬灯を見てほしい。思い出してほしいんです、あの日のこと。あの日のこと。約束。約束。ブオクジラだね、さようなら。ブオ。雨雨ふめふめちゃめちゃくしゃさば、チャンネル登録者外して嬉しくないな。